いやー、刀鍛冶の里編第10話。いや、これめちゃくちゃおもろいっすね。 はい。ということで、まあ、今回はですね、そんな刀火事の里編第10話の先行見どころシーンまとめやっていきたいなと思っております。さあ、ということで今回はですね、え、原作122話から124話まで行くんじゃないかなと思っておりますので、え、皆さんぜひとも最後までご覧ください。それではもう早速やっていきましょう さあ、ということで、まあ、今回最初の見どころシーンなんですけども、こちらということで、えー、かんろじみつりさんが強気に主張するというね、えー、シーンとなっております。まあ、ここはですね、ずっと見たかったシーンですよね。ちょっと君、大たがすぎるわよ。ねずこちゃんと玄野君を返してもらうからね。 とですね上限相手にえいつも通りにえ全く緊張した様子も見せずえ強気に発言していきますよということでえそんな関路地三つりさんがですねえ最高のシーンとなっていますのでいや是非ともですね皆さん楽しんでくださいねはいこっからの展開っていうのがマジでおもろいからねとはいということでまあ、続いてはですねそんな感じでえそんな関路地三つりに対しての 最高の言葉での切り返しということで、え増白点のお黙れあばずれがというシーンとなっておりますね。まあこれもまあかなり有名なシーンで、いやーめちゃくちゃ見たかったんですが、黙れあばずれが、わしに命令してよいのは、この世でお人方のみぞということで、 いやー、このシーン本当に楽しみだね。うん、増白点が反論していく、そんなシーンとね、えなっているんですがあ、このセリフもですね、ずっと待っておりまして、ま,あ、また、か路ろ光さんの反応っていうのも、まあ、最高なので、ま、ぜひ本編でご覧くださいね。 はい。え、山寺孝一さんの、お、アフレコで、まあ、聞けるっていうのが、まあ、マジで嬉しいですよね。はい。ということで、まあ、続いてなんですけども、こちらということで、え、そんな増白点の初技ですね。はい。血気術、え、共鳴、来殺と、 おなっておりますよ、と、いうことで、まあ、この技なんですけども、まあ、木の竜の口から、雷と海音波を同時に放ち、複数の方向から、長く速い攻撃をね、仕掛けられる技となっておりまして、まあ、赤土とウロギのミックス技ですね。いやー、しかも威力が上がっておりまして、いやー、とても楽しみですね。まあ、アニメーションがどうなってくるのか、 まあ本当に気になりますよね。はい。さあ、そしてそんな技に対してえ、どう対応していくのかということで、え続いての見どころなんですが、あ恋の呼吸、三の型、恋猫しぐれとなっておりますね。いやー、かっこいいですね。 で、この技なんですがあ、猫のように飛び跳ねながら、あ敵の攻撃自体をですね、え切りですねえ、相手の攻撃をねえ、防ぐ技となっておりますね。で、攻撃自体を切るっていうのが、まあ、かなり変わった技となっておりまして、まあ、あの雷とかを切るっていうのが、まあ、とてもなんか斬新ですごいですよね。まあ、どんな感じで、まあ、アニメ化されるのか。 ま、当に楽しみですね。まあ、そんな技となっておりますね。さあ、そしてここではですね、そんな感じで、かんろじみつりさんの刀の秘密っていうのが明かされていきますよということで、まあ、こちらはですね、アニメでどのように描かれるかはね、まだわからないんですが、かんろじみつりの愛刀は極めて薄く柔らかく、技の速度に関しては渦井天元をも上回っていると。 ということで、まあ、かなりすごいんですよね。で、女性の体の柔らかさ、あそして可動域の速さが、その速度っていうのを可能にしています。まあ、そんなわけで、まあ、この刀っていうのは、あ甘地寺光だからこそ、を操れるということで、彼女のために作られた、あ、彼女のためだけの刀とね、なっているんですよね。 いやー、かんろさんだからこそ操れる。まあ、そういうの本当にいいですよね。なんか柱ならではっていう感じがして、まあ、本当に最高なんですが、ま、あこっからはですね、立て続けに、かんろじみつの技がねえ、放たれていきますよと、ということで、まずはこちらなんですけども、お恋の呼吸、二の方王の巡る恋と、 なっておりますねで、もってこの技なんですけども、まあ、この技はあ、高速の斬撃技でえ、流れるように刀をしならせながら、瞬く間に敵へねえ、切り込んでいく技となっておりますね。まあ、アニメーションっていうのが本当に楽しみですね。で、そしてさらにはこちらということで、え恋の呼吸、6の方猫足恋風と、 なっておりますねいやー、かなり楽しみなんですがあ、この技はですね、突風のような速さで襲ってくる敵の攻撃を起きるね、技となっておりますね。まあ、そんな感じで、基本的にこの連発の技っていうのは相手の攻撃を避けながら戦っていく、そんな技となっておりますということで、いやー、この連発技、 本当に楽しみなんですが、まあ、ここで、え、なんと相手が、なんと畳みかけてきますよ、ということで、え、続いてなんですけども、こちらということで、え、そんな増白点の決起術、え、無限豪呪と、もなっておりますね。いやー、めちゃくちゃかっこいいですね。 で、この技なんですけども、一面に木の竜を生み出して、敵を圧殺するね、技となっておりまして、また広範囲に及ぶ技で、まあ、避けるのがかなり難しいね、技となっているんですよね。いやー、これは本当にアニメでどうなるか、まあ気になりますよね。まあ原作からめちゃくちゃ迫力のあるシーンなので、 まあ、u o テーブルさんもかなりね、え気合いを入れてくるんじゃないかなと思います。いやー楽しみですね。さあ、そしてそんな技に対して、え技で避けながら攻撃していきますよということで、えそんな関路寺光の恋の呼吸、語の方あ揺らめく連城乱れ詰めという技がね、 放たれますといやー、本当とにアクロバティックですね。で、持ってこの技なんですけども、関ミ寺リの関節の柔らかさを利用して、広範囲に刀を振るってね、攻撃を与えるね、技となっておりまして、まあ、この辺の激戦っていうのがとにかく楽しみですね。まあ、時ーくんのパートよりも、まあ、より激しさを感じますので、まあ、アニメーションっていうのがやばくなりそうですね。さあ そしてそんな菅路ツリが、いよいよ増白点の首を切ろうとしますがあ、なんと情報の伝達ミスト、増白点は本体ではないのでえ、首を切ろうとしたそんな菅路ツリにえ、なんと増白点の血気術、強圧イハが襲ってきますよと。いやー、これもなかなか迫力がありますよね。 はい。ということで、まあ、なんかいろいろと、まあ、やばそうなんですけども、まあ、この技は、開音波を放ち、え、体を内部から破壊するね、技となっておりまして、え、常人が受けると、お肉体が崩壊するほど、お、強いね、え、技となっているんですよね。いやー、ちょっとやばすぎるね。 うーん、かんろさん大丈夫なんでしょうかね。うーん、で、そして、喜怒哀楽とはレベルが違うほど、まあ、強いねえ、増白点ということで、いやー、本当にね、興奮するそんなシーンなんですが、まあ、ここで、え、攻撃を受けたカンロジみつりさんは、あ、なんと、相馬灯を見ますと、 おいうことでえこちらなんですけども、まあ、そんなカンロジミツリさんのお得意体質と、まあ、過去が明かされていきますよということで、まあ、まずカンロジミツリさんの得意体質なんですが彼女は特殊な筋肉を持つ人物でありえ筋肉の密度がなんと常人の8倍もあるんですよねえ見た目以上に8倍密度があるということでえ1歳の頃に15キロの一 を持ち上げたほど幼い頃から筋肉の才能がありそんな得意体質だからこそ女性なのに男性ほどの力で戦うことができるね柱なんですよね。は で、そんな恋柱、甘露寺光なんですが、過去ですね、鬼殺隊に入る前に、結婚のお見合いをしているね、まあ、普通の女性だったんですが、その筋肉の強さとお派手髪から、なんと受け入れてくれる人はね、いませんでしたということで、まあ、そんな感じで、どうしても結婚したかったので、髪色を黒色に染めて、再度ね、まあ、嘘をついてお見合いをしてみると、 ま顔の可愛さからかあ受け入れてくれる人は現れたんですが、あなんとですねそんな時え彼女自身があ自分の本質を隠してねえ結婚することは正解なのかということで迷ってしまうんですよね。はいでまあそんな感じでえそのお見合いはねえなかったことに自ら決断してしまいますと。 で、そんなありのままの自分を受け入れて欲しくて、入ったのが鬼殺隊なんですけども、まあそこで出会ったのがなんとイグロさんということで、 まあ、今回原作の124話のお扉へと、おなっているんですけども、いやおそらくアイキャッチなんかで、まあ、流れてくるんじゃないかなと思います。いや最高のシーンですね。うん。イグロさんとの関係についてはあ、今後ね、描かれていくと思うので、ま、ぜひともお楽しみに、と、おなっておりますね。さあ、ということで、まあ、そんなジミツ光さんなんですが、あ一人ではね、増白点との戦いにくじけ てしまいそうだったんですがあなんとか炭治郎たちが協力してカンロジさんを守ることでえ危機をね、免れましたと、いうことで本当にいいシーンですねで、ここのね、炭治郎のねセリフっていうのがめちゃくちゃ熱いんですがカンロさんを守るんだ一番可能性のあるこの人が希望の光だこの人さえ生きてくれていたら絶対に勝てると お、いうことで、まあ、なかなかセリフも展開っていうのも、まあ、激アツなんですよね。え、さっきの、かんろ光さんの、あの、回想シーンで、誰からも認めてくれない。本当の自分を好きになってくれる人は、まあ、イグロさんぐらいしか、まあ、今んとこいないみたいな、 あ、そんなね、話だったんですけど、まあ、この炭治郎たちも、うん、なんとね、ありのままの関路寺さんを受け入れてくれると、いうことで、えー、そんな胸厚な、シーンで、原作からも涙が出そうにね、まあ、なってしまった本当にいいシーンなんですよね。さあ、そしてそんな感じで、えー、全力を出していく関路寺みつりなんですが、あ、心の枷がね、え、外れたのか、あ、なんと、首に、 アザを発言させますよ、と、お、いうことで、まあ、そんなカンロジミツリの首にアザが発言する、え、とても熱いシーンなんですが、いやー、ここの増白点 VS カンロジミツリの全力バトル、マジでたまらないっすよ。これは正直ね、 時と無一郎くん VS、魚っ子の火にならないほど激しい戦闘っていうのが繰り広げられまして、いや、マジでここはアニメで見たいね。えそんなシーンなんですよね。まあ、カンロジさんも、まあ、あざを発言しているので、なんかめちゃくちゃ全力で、まあ、戦っている感じっていうのが、 まあ、ほんに最高ですね。さあ、ということで、まあ、そんな感じで、えー、かんろさんは増白点を、えー、炭治郎たちは反転テ本体を倒すというね、えー、作戦のもと行動をするのですが、あ、なんとここで、えー、品津川原也の、得意体質っていうのがね、えー、明かされていきますよ、ということで、まあ、なんと原也もまた、得意体質なんですよね。 で、そんな品津川原野はですね、鬼を食うことにより、一時的だが、鬼の体質になれると。で、強い鬼を食えば、それだけ再生力も上がり、筋力も上がるというね、まあ、なかなかチート級な能力を持っているんですよね。はい。だからこそ、鬼の一部なら、必ず食べることができて、再生もできて、さらに一時的に強くなれる原野と。 ということで、まあ、ここでは、そんな増白天の枝をね、食べていきますよ、と、お、なっておりますね、えー。そんな感じで活躍していく、えー、原野なんですが、さあ、ここでね、なんと、ハンテング本体を、再び見つけた炭治郎たちなんですが、あ、しかし、全力で走り続ける本体、と、いうことで、そんな本体に、えー、なんと、炭治郎の、 貴様逃げるな責任から逃げるなお前が今まで犯した罪、悪号、その全ての責任は必ず取らせる絶対に逃がさないというセリフと共に、まあ、今回の第10話は、まあ、終わるんじゃないかなと思っております。 いやー、最後にここの炭治郎の叫びっていうのを、まあ、聞けるのは本当に嬉しいですよね。うん、無限列車編以来の逃げるなーと、おいうことで来ましたね。待っておりましたよ。いやー、楽しみすぎるね。 はい。ということで、まあ、今回はですね、そんな感じの、まあ、第10話の見どころシーンなんですけども、お、皆さんいかがだったでしょうかいやー、なかなか見どころシーンたくさんありますよね。うん、もう本当にそれだけクライマックスということなんですよね。はい。ということで、皆さんまた次回の動画でお会いしましょう,う <laughs>